息子の面倒を見るってのはそういう意味じゃないよ。私が言いたかったのね。おい、何を言いやがった。私はカナが娘にしたいほど好きなんだ。だから押し倒せ、既成事実を作れ。おい、母親、チャンス到来、やったね。黙りなさい。ねえお姉さん、どこ行くの。送ってくよ。ねえってば、冷たくしないでよ。おお、ベリープリティ。どこでも好きなとこ行ってくれるの。行く行く。それじゃてめえ一人で地獄へ行きな。あ、もしもし、内巻くん。すいません、まさか寝てるとは。ああ、っていうかこんな時間にどうしたの。何かあった。うん、出てけ。いや、気にしないで。パワー。見てください、夏雄さん、ゾウです、ゾウ。昔からお前はゾウが好きだよな。はい、大きくてたくましくて勢いよく噴射するところなど大好きです。すみません、決して皮肉などでは。気使わないで。よろしく。まだ1ヶ月なのに。もうお嫁さんを連れてきちゃったよ。すまぬ、母さんは少し早とちりなところがあったな。でかしたぞ。今夜はごちそうだ、派手に祝うぞ。お父さんも早とちり。見ての通りだ。タイミングバッチリ。こんなに大勢ガールフレンドがいるなんて、さすが私の息子ね。やめてよ、みんなに失礼だろ。ねえ、この中に春彦の好きな子っているの。母さん、何してんの。こっちは受け入れ体制万全よ。いつでも誰でもお嫁に来てくれていいからね。そういう話は早すぎるって。何見てんの。学生さんがうちになんのよ。子供は飴でも舐めてな。そのなんか作ってもらおうか。使えるかどうかはこっちで判断するから。うんうん、よし、お前うちにお婿に来なさい。男の前だとそんな顔するんだね。それにこのチャンスに男紹介するなんて。お母さん。じゃあね。昔々あるところにおじさんとおばさんがおりました。おじさんはまあどうでもいいわ。おばさんは今でも知らん王のようなお肌ピチピチギャルで、マコくんという裏若い青少年と毎日ただれた夜を。おい、やめろバカ。何ですかいきなり。眠れないみたいだから何かお話ししてあげようと思って。それともお休みのチュー。むしろ悪夢見そうなので遠慮します。キルテ、ナルキ、あそこのカップル、キスしたわよ、キス。しました。あ、うん、ちょうど。そっちも。ああ、どうだった。じゃあ、あとは若い二人でごゆっくり。ちょ、どうも、こんばんは。何よ、そんなに改まって。だって、ん、じお構いなく。構うわ。料理を研究する学術機関ナキリインターナショナルの全てを統率される方です。それでは一言お願いします。こんにちは皆さん、私ナキリレオノーラです。デンマークに暮らします。審査大変の感じだけど頑張るですので。日本語下手くそだ。ジュラさん、あの子私が育てたんですよ。本日の勝敗、白金&藤原の勝利。私の方が可愛いよ。いや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 、
いや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 、はじめまして、三峰白雪です。白夜と真城がお世話になっております。まあお母様、遠いところよくおいでくださいました。小紅の姉の紅代と申します。お疲れでしょ、さあどうぞ。お邪魔します。これが計算部だと。サナエの胸はでかいぞ。お前くん、どうしてそんなにうろたえてるんですか。サナエに気がある証拠よ。ない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 、いいんですか。いや、好意はあります。人間としてというか。あるんですか。いや、俺が一体何をした。もうからかうのはやめてやれ。こんな奴に好かれてもどうしようもないだろう。からかってなんかいません。私は本気です。なに、やっぴー、あっくん元気にしてたかな。やっちゃんだよ。なかったことにできないだろうか。今のがカンバラ君のお母さん。そうだよ、昔からちょっと変わってるんだ。小学校の授業参観で生徒に混じって挙手するくらい前衛的な性格してるんだよ。そうだ、椎名さんのお母さんってどんな人でした。うん、そっくりだったよ。顔っていうか雰囲気が特に。そう、しっとりシリアス系でクールでミステリアスな。お待たせ、こちら母です。わあ、こんにちは。どうも、はじめまして。かわいい。変態育てやがって、このダメ親。かなちゃんにお菓子。おっと、これは失敬。お茶菓子置いとくから終わったら食べてね。お姉ちゃん、2階上がっちゃダメよ。ごめん。うん、うちも似たようなもんだから。まだ続きやれる。うん、大丈夫。ちゃんと否認してる。私の貸したに。母ちゃん、もうすっかり大きくなって。え、あんなに小さかったのに。ねえ、ちょっと触ってもいい？はい。甘い、すごい甘い、ずしっとして。娘の婚約パーティーくらい顔を覗かせますわ、母親ですもの。その説は大変なことをしてかしてしまい、誠に申し訳なく。お気になさらないで。娘の気持ちも考えずに婚約だなんて。お母様。どうもこうも、はっきり言わせてもらうけど、これは失敗作だ。おいしくありませんでしたか。味も問題あるけど、そもそも食いにくすぎる。これじゃ売れ残って当然だ。え、私のパン、私のパン。ちょっと売れ残って当然だったんですね。アキホがぐずって。私にお任せください。アキホ、髪が破れたくらいで泣いてはダメよ。破れるときはもっと泣きたくなるのだから。やめなさい。僕、子供の頃からドーナツ大好きだったものね。お砂糖たっぷりよ。いや、いい。ちなつ、マー君がママのこと嫌いだって。はいはい、お兄ちゃんはいろいろそぎ落としちゃったんだね。行ってきます。マー君。あれ、ミョネとハナはいない。まだ後ろにいるのかな。わー、おやーって、ママ本当だ。ノアのお母さん、こんにちは。こんにちはです。ノアちゃんにひなたちゃん。なんでこんにゃく持ってるの。よくわからないけど持たされました。きっと非常食ですね。残念だけど飛行に走っちゃダメよ。おー、そうだ、こなた、この間のゲームクリアしたらお父さんにも教えてくれな。いいけど。あれ、意外と難易度高いのな。でも親子でゲームしてるあたり仲良くはやってるみたい。なかなか狙ったキャラのエロシーンに行けなくてな。では娘に何をやらせてるんですか、あなたは。うん、大丈夫なのかしら。上層教育間違ってない、そうくん。星一つだけ君にね。